さあ、それではステージには日本を代表するフットボールクリエイターの皆さんに来ていただきました。それではまずは X の選手たちをご紹介していきましょう。まずは香川真司選手、続いて宇佐美貴史選手、武藤義則選手、牧野智明選手、酒井豪徳選手、川又健吾選手、茂木俊介選手、小川亮也選手、以上が X となります。そしてエースの選手たちです。中村俊介選手、柴崎岳選手、権田修一選手、柏木陽介選手、田中葉山選手、奥野博明選手、摂津隼人選手、金園秀隆選手、以上がエースの選手たちとなります。日本が誇る X とエース、総勢16名の選手たちにご登場いただきました。さて本日選手たちにですね、今ご着用いただいているスパイクがアディダスニューフットボールというコンセプトのもと、フットボールクリエイター X とエースのために開発した全くの新しいモデルとなっています。アディダスではフットボールのレベルを一つ上の次元に引き上げ、日本のフットボールをさらに強くするために既存のスパイクを一新いたしました。そして実はですね、今日は香川選手と中村選手には実は以前のモデルを着用してきていただいておりまして、今日ですね、ここで新しいスパイクに、履き替えていただいて、感触をですね実際に、伝えていただければなというふうに思っておりまして、そこで香川選手、中村選手、一歩前へ出ていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。それではスパイクを持ってきていただきましょう。さあ、まずは香川選手に X をお渡しください。こちらが X となっております。さあ、続いて中村俊介選手にはエースのスパイクをお持ちください。それではお二人には実際にこちらで着用していただくんですが、履いている間にですね、後ろの他の選手にちょっとお話をいろいろと伺っていきたいと思うんですが、まずは宇佐美選手、はい、よろしいですか。はい、はい、やはり最近日本のサッカー界にはやはり個の力を上げなくてはいけないというのがですね、選手間の中でも、数多く上がっておりますが、どんな個の存在が必要されていると思いますか、宇佐美さんとしては。やっぱり組織とかを破壊していくのって個でしかないと思いますし、それぞれそのポジションで役割があったりとかスタイルがあったりとかしますけど、やっぱりその個性を追求して試合を本当にその個性だけで一撃で決めてしまうような個性が、はい、一番強烈かなと思います。まさにその X が体現して宇佐美さんの、プレースタイルでも、あると思うんですけれども、武藤選手お隣ちょっとマイクを持っていただいてですね、武藤選手にもお聞きしたいと思うんですが、そのアディダスが提言するフットボールクリエイターというのは、強力な個の持ち主、宇佐美さんもそうですけど武藤選手も、そんなプレイヤーだと思うんですが、その現代のサッカーにおいてフットボールクリエイターの必要性、どんなところにあると思いますか。そうですね、やっぱり選手の、その特徴だったりそういうのを、伸ばすためにスパイクっていうのは、かなり必要なものでして、自分の特徴である、スピードだったりそのフィジカルっていうのを、この X というスパイクはかなり引き上げてくれていると思うので、非常に、素晴らしい、スパイクなんじゃないかなという思います。やはりこう生かすというところだと思うんですが、もう一人ですね、柴崎選手にもちょっとお話を伺いたいんですけれども、
はい、具体的にですね、日本にはどんな選手が求められていると思いますか？そうですね、はい、今言ったような個性をに突出した選手というのは求められていると思いますし、それはまあ前線の選手だけに限らず、ゴールキーパーからディフェンス中盤の選手まで何か一つに秀でている、自分はこれだと言い切れるようなプレーを持っている選手が必要だなと思っています。はい、ありがとうございます。やはりこのビーザディフェンス、何か人と違う点というところだと思うんですが、香川選手、中村選手発揮終わったということでですね、ちょっとマイクをお渡しいただいてもよろしいですか。ここでお聞きしていきたいと思います。まず香川選手、X を、実際に履かれていますけども、ものすごいインパクトのあるデザインだと思うんですが、どうですか、その外見、外観履いてみて。いや、もうすごくデザインが斬新で目立ったスパイクになるんで。お好きですか、こういうのは。そうですね、こういう派手なスパイクは好きですね。はい、ありがとうございます。続いては中村選手、デザインもさることながら、やはり装着感、フィット感、あると思うんですけれども、いかがですか、履き心地。いや、いいっす。包み込まれたような感じで、はい、今まで履いてたスパイクと比べてやはり違いとかってあります？そうですね、このアッパーのところが、はい、黒いところなんですけど、これが思ったよりか柔らかくて、トラップとか弾力性があって吸収しやすそうですし、逆に反発性もあるということなので、僕なんかはね、やっぱプレスキックだったり、はい、パスだったりは得意な方なので、プレーの幅を、僕のプレーの幅をスパイクで広げていってくれるんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます。中村選手のプレースタイルにもやはりぴったりフィットするんじゃないかという、こちらがエースとなっております。せっかくなのでですね、最後に牧野選手にもちょっと、お話を伺いたいと思うんですが、はい、いかがですか。そうですね、X 履いてますけど、はい、じゃあマイク2つはいらないんですけども、分かりやすく、武藤選手を使ってご説明したいと思います。ちょっと後ろ見てもらってもいいですか。今までのアディダスのスパイクと違ってですね、アディダスのロゴのところに注目していただきたいと思うんですけども、かかとの部分、大きく全面的にアディダスのロゴを今回押し出してます。これが一番の注目だと思ってます。今までのアディダスのスパイクは3本線が横に入ってたと思うんですけども、これがなくて、今回この大きいアディダスのロゴ、これに注目していただきたいなというふうに思っております。以上です。ありがとうございます、牧野さん。ありがとうございます。またまたね、お話いろいろ伺っていきたいんですが、ちょっとお時間の関係でですね、選手の皆さんにはこちらで講談していただきたいと思います。皆さん本当にお忙しい中ありがとうございました。アディダスニューフットボール、予測不可能、ピッチを魅了するゲームチェンジャー X、 そして絶対的支配、ゲームを支配するプレーメーカーエース、この2種類の新スパイクは明日7月1日世界同時発売となります。皆さんどうぞご期待ください。